食べないといけない。いただきます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ロケットニュースの佐藤です。佐藤さんです。先生も太鼓です。よろしくお願いします。で、これな、ちょっと、ペプマンの宣伝してくれから、東京からわざわざ来てくれ。わー、ありがとうございます。すごい。ちょっと先に肉ちょっと仕上げますね。はい。佐藤さんが食べる肉。すみません、ありがとうございます。いやー、わざわざ来ていただきました。ありがとうございます。すごいですね。ちょっとうちの肉で食べてもらって、はい、ありがとうございます。完全なの賄賂的なもんですけど、ね、宣伝をくれます。初めて見ました。生賄賂、生賄賂は竹山さんはね、あの大阪でもね、あの吉本の若手飯連れてくれたりめっちゃしてくれるんですよ。ああ、とてもいい方ですよね。とてもいい方ですよね。はい、あの、あの、切れてるのあれ嘘ですからね。営業です。営業です。ありがとうございます。いやー、今回ね、ほんまにちょっと大阪で若手芸人がネタをする場所がね。ちょっと減ってきたんですよ。でそれでね、なんとかね、まあここも若手なんですけど、なんとかね、ちょっとあの活躍できる場所というか、なんていうのかな、楽しくネタができる場所っていうものを作りたいな。やっぱり若手芸人ってなったら、そのちゃんとした尺を与えてもらえないんですよ。例えば1分とか2分とかそんな感じやから、それって賞レースってね、大体あの大きな、まあ、M1 やったりとかキングオブコントとか、あんなの大体4分なんですよね、ネタ時間が。ネタ時間が4分やから、その2分のネタ作ってもこう使いようがないというか。だから今回あの基本はあの若手の子は5分ネタ作ってもらうんですよ。で5分ネタやって、でそのうちまあお客さんの前でやって反応を見て、で、いらんところとかを削って、で4分ネタにしてもらって、で賞レースに出てもらうっていう、そういう場にもなったらええなっていうと。で、あのまあ芸人なんで、もちろんネタが面白いっていうのは絶対必要なんですけど、そやけど結局その後じゃあどう勝負していくねんって言ったら、やっぱり平場じゃないですか、ネタ以外のところ。だからそういうのってやっぱりその上の先輩と絡んで舞台でゲームコーナーやったりとかして、なんかノリを覚えていくとか、間をなんか考えるとか、そういうところもね、やる場所がね、やっぱ今の若手ないんですよ。で昔だったら二条目議場とか、あとまあファイブベース吉本とかがあって、ほんでファイブアップっていうのがあって、でその今回またファイブアップがちょっとなくなってしまうっていうので、その上の先輩と絡む場所っていうのもなんかこうなくなって、どんどんなくなっていくというか。で今回はその、まあ、シャンプーハットとかテンダラーとか、そういう大阪で言ったら中堅若手というか、ちょっとお兄さんな子の若手芸人たちも来てくれて、でネタもやってくれて、で最後そういう若手たちと絡んで、でネタもやってくれて、ね、コーナーもやってくれて、その若手たちもそういう人らと絡む経験をねしてくれたらいいなっていうので、だからその辺もね、まあほんまはね、こんなことを僕がせんでもなっとけばいいんですけど、やっぱりちょっとお笑い
の世界って今どん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 やっぱり厳しいじゃないですか。数が多いんで、はい、今回も1回に15組の若手出てもらうんですけど、で毎週月曜日、まあ、月4回60組年間720で、もしこれがちょっと人気出てきたら、はい、ちょっと大きなところでね、うん、やったりとか。楽しいですね。そうそうそう、ほんなら年間例えば1000組、はい、若手芸人、まあ、延べとしても、ね、年間1000組ぐらいがなんかネタやれるみたいな風にしていって、でもっと言えばこのイベント自体がなんかもうそのまま深夜でもいいからテレビになる、うわー最高みたいなね、うん、欲しいですか。あ、美味しいですね。ガッツリいってますね。